よく来ましたね、頭痛さん。いや、待ってたの俺。よく待ってましたね、頭痛さん。厚かましい態度を貫くな。とにかく頭痛さん、僕たちはどちらが真の幸運を持つ者か競い合ってきました。てるさんが運良かったとこあんま見たことないんだけど。今僕が求めているものは悲しい事実ではなく優しい嘘ですよ。優しいから嘘つけない。今の流れのどこに優しさが。とにかく、今日こそ真を決する時です。この時のために僕はあなたの好きなニャルマーの色違いを用意しました。これから僕とポケモンバトルをし、もし僕に勝てたならニャルマーをお譲りしましょう。俺が負けた時は、こちらの色違いのニャルマーを引き取っていただきますよ。ただのプレゼントじゃねえか。それではバトルです。大パリメイクで編成した僕のパーティーはこちらになります。ベラップ、ドータ君、フローゼル、パラセクト、ブラッキー、クシー、相変わらずマイナーが多いよな。そうなのですが、頭痛さんのパーティーからはそれ以上のマイナー力を感じますよ。しかし、何よりも注目すべきは僕の一押しポケモンペラップ。ポケモンソード&シールドにはいなかったのですが、この作品にはいますので、こうしてパーティーに入れたわけですよ。まあ今から始める対戦には選出できませんけどね。それなのになぜ注目を促したのか。何せ今から始めるのは2戦目のバトルで1戦目で選出したポケモン以外で戦うことになってますからね。従いまして選出は決まっています。こちらの3体で2戦目開始です。それでは頭痛さん、対戦よろしくお願いします。こちらの先発はフローゼルのファファン。相性のいいポケモン来てほしいな。もっとフローゼルの名前を真剣に考えてあげていればこんなことにならなかったのでしょうか。対戦とは無関係だが、そこは考えてあげるべきだったな。いかにもなくさタイプ。普通にいきなりピンチだよ。これはもう早速ですが交換を。いや、待ってください。ここの交換絶対読まれますよね。2戦目ルールでこちらの選出バレてますから、パラセクトかブラッキーに効く技を使ってくるのでは。じっくり考えてみましたが、やはり交換は危険と判断。幸いファファーンは氷技を覚えているのですよ。ですのでこのまま突撃、なんならこの一撃で沈めてくださいな、とか言ってたら何かし始めましたけど。いや、これって気合パンチだな。高威力だが必ず高校になり、攻撃を受けると失敗してしまう技だ。よってこの気合パンチは失敗。やはり交換読みの技でしたが、まさかそのようなハイリスクな技を覚えていたとは。しっかり道具で攻撃を耐えてたけど、このまま攻めれば関係ないよね。その通り。あ、待って、不意打ちの存在忘れてた。ここ不意打ちならブラッキーに交換でも。え、まさかの2連続気合パンチだよ。すごい気合だよ。しかしその全てを読み切った僕の采配により、全て失敗に終わりましたね。少なくとも2発目に関しては不注意が生んだ賜物に思われるのだが、何はともあれゴロツキさんの突破だよ。しかもまだノーダメージですから、素晴らしい滑り出しですね。さあ、お次のポケモンいらっしゃい。これは2体目のポケモンはレンドール。地面タイプゆえフローゼルは相性有利だな。それならこのまま倒しちゃおう。いや、ここは交換ですね。え、なんで。こちらのファファーン、攻撃力を上げるためにこだわりハチマキを持たせております。そのせいで今は氷の牙しか使えないんですよ。一応氷技も効果抜群ですが、一撃では倒せないかと。ですから一度こだわりを解除する意味でも交換しようかなって。パラセクトもブラッキーもどちらも相性はいいですからね。そして交換先ですが、この子にしようかな。なぜこの名前なのかはマリカ動画を見ればお分かりになることでしょう。マリオカートではあれだけど、ポケモンなら大丈夫。きっと大丈夫。自信を持って言い切ってやれよ。さあ、約秒。あのお目目たくさんポケモンに目に物見せてやるのです。ってリフレクター、サポートのようですが、こちら物理アタッカーばかりでかなり痛いですって。目に物見せられちゃったよ。ぐぬぬ。こうなればキノコの胞子で眠らせてリフレクターがなくなるまで時間稼げよ。相手を眠らせる技なんだね。お休みドドールの時間だよ。おっと、しかしステルスロックでさらなるサポート。しっかりお仕事されてしまいましたね、これは。こうなると頭痛さん最後の一体であるあのポケモンがエースアタッカーということでしょう。負けませんよ。でもその前にしっかりスヤーッと、今のうちに攻撃だよ。そうしたいところですが、交換も十分に考えられます。それに今攻撃してもリフレクターで弱まってしまいますから、ここは宿り火のためでダメージを蓄積していきましょう。なるほど、それに本当に交換だったよ。つまりエースアタッカーのご登場。いやー、マイナー魂感じられるチョイスですよ。はい、アゲハントです。対人戦でこのポケモンと戦うのはおそらく生まれて初めてです。まあまずは宿り火の種を。これで毎ターンダメージを与えつつ、こちらはその分回復しちゃいます。だが無視、高タイプのアゲハント相手ではパラセクトは著しく不利だ。その通り。攻撃技も全て半減。攻撃するだけ無駄でしょう。あれ？ってことは、もしマリカにアゲハントを連れていけたら、キノコが出なくなったりするのでは。全世界のアゲハントファンを敵に回すつもりか。投稿しただけで敵に回すってどんだけ嫌われ者ですか、僕は。そんなに不利なら交換しないと薬病が危ないよ。いや、壁張ったりステロ巻いたりした時点でアゲハントがエースのはず。となると、ここでしてくるのは罪技による強化。であれば交換する前に眠らせておきましょう。まあ読み通りだったな。蝶の舞で特攻、特防、素早さが上昇。一気に3つも能力が上がるなんて強力な技だよ。ですが、こちらの技も強力ですよ。命中安定の眠らせ技です。さて、これで薬病の仕事は終了ですね。ファファーンに交換して倒しに行きましょう。ふん、うまいこと起点作りしたつもりかもしれませんが、眠っている間に倒してしまえばいいこと。このターンは起きませんので、次のターンに相手が起きず、こちらが一撃で倒せたら僕の勝ちです。リフレクターがあるとはいえ、アゲハントの耐久力は低い。宿り火の種のダメージ込みで倒すのは可能と思われる。となれば相手が起きるか否かが勝負の分かれ目ですね。どうなるのかな。あとは祈るばかりだよ。あ、その前にどの技で攻撃するか決めてませんでした。滝登りか氷の牙か。ダメージ優先なら氷の牙、命中優先なら滝登りといったところか。そっか。よし、いつまで眠ってくれるかわからない以上、一撃で倒す前提で動くべきです。そのため少しでも耐えられる可能性があるなら、一番ダメージを与えられる技を選ぶべきでしょう。そして何よりですよ、命中率 95% の技を外すわけないじゃないですか。てなわけで氷の牙安定ですね。最後の初見で先行きがこの上なく不安定に。でもザワワンは寝てくれてるよ。やった後はこの技で削り切れれば。え、
いや、待って。なんで、え。いい加減に状況を把握しろよ。わが外したー。把握したら下で煩わしいな。お願いします、もう一段だけお年齢お願いします。あーもうダメ。そんな、逆に一撃でやられちゃったよ。あかんですよ。残りのポケモンにタイトモアゲハントに弱いのですよ。鳥もやらかしちゃったパターンは一生その名前で決まりですね。罰ゲームレベルのネーミングセンスを認めたな。ここはまずはディラックを。しかし今日の前で威力が増した虫タイプの技をステルスロックのダメージ込みで耐えられるか微妙だな。そこはあまり期待が持てませんね。しかしまだ勝算はあります。こちらのディラックに持たせている光の粉の効果で相手の技の命中率は 0.9 倍。あなたも技を外す悲しみを味わえ。もうダメ。自分だけ技を外すというよりでなさでより悲しいな。あれ、ビーラック耐えてるよ。大喜利1残し、これは良好。ここはしっかり奪って混乱状態に。今度は3割の確率で勝負です。あれ、このターンで攻撃しちゃえばよかったんじゃないの。それではダメです。まずこのこの主な攻撃技のイカ様は物理技なのでリフレクターで半減してしまいます。それにイカ様は相手の攻撃力でダメージが決まります。ですのでイバルで一度相手の攻撃を上げておく必要があったんですよ。そしてよしよし、やはり風はこのターンまででしたね。じゃあこれで準備は整ったってことだね。ツツーさん、いつまでも運はあなたの味方ではないということを思い知らせてあげますよ。最後に勝つのはこの僕です。ダメー。生きるの望みをことごとく断たれているな。これで残りは薬病キノコだけだよ。お疲れディラック。まさに窮地ですが、あなたのおかげで希望は残っていますよ。そっか、まだイバルの混乱が残っているよ。それに薬病には先生の爪を持たせてあります。混乱自傷か爪が機能すればどうとでもなりますよ。これがラストチャンス。もう本当に少しでいいから幸運こちらに傾いて。お願い運命の神様、まずは先生の爪が発覚。ならば混乱事象、もう続くはあなたを超えるんだ。ねえ、負けました。本当にただただ運で負けました。ポケモン引退しようかな。心の傷深すぎるだろ。本当に惜しかったよ。お疲れ様だよ。はい、頭痛さん対戦ありがとうございました。では約束通りナルマをお送りします。入手するのすごい大変だったので大切にしてくださいね。お前のことだから本当に苦労しただろうな。指定したいけど指定できない。送られてくるポケモンは何かな。ハブメイクですね。かっこいいから好きですね。あ、この動画普通さんとのそれっぽいコラボ動画になっております。対戦前に話した通り、この動画は2戦目の内容でありまして、1戦目の様子は普通さんの動画でご覧になれますので、まだ見てない方はぜひ。ってことで終わりです。普通さんに感謝申し上げますとともに、視聴者の皆様にもここまでのご視聴ありがとうございました。